1964年東京オリンピック閉幕、新たなドラマが生まれようとしていた。世界で初めてパラリンピックという愛称が使われた東京パラリンピックの開催だ。日本人選手53人がこの大会に挑んだ。重度の障害を克服し、外国選手の方たちはとっても明るくて、お父ちゃん、僕がパラリンピックに行けるようになったのは多くの多くの友達のおかげだと思っています。1964年のパラリンピック、その貴重なドキュメンタリーが今、半世紀の時を経てよみがえる。東京パラリンピック、愛と栄光の祭典。